こんにちは、ハッスルジャパンです。今回は中国3隻目の空母福建が技術的に大躍進し、電磁カタパルトが搭載された話題についてお届けします。中国国防省は6月17日、上海の造船所において国産空母福建を進水させました。中国の空母としては旧ソ連型遼寧およびその改良型山東に続く3隻目となります。アナリストらは、国内で設計製造を行った3隻目の福建が技術的に大きく前進したと分析しています。米ワシントンポスト紙は、飛行甲板の完成や人員の育成を含め、空母の完成までに少なくともあと2年を要すると見ています。しかしながら、すでに国内外からの注目度は高いです。同紙はアナリストらの見解として、福建は技術と能力の面で大きな前進を意味すると報じています。A ガーディアン紙は、上海の造船所での大々的な式典で進水した福建は、他の中国空母よりも技術的に進んでいると報じています。中国国営放送の CCTV は、すべて中国が設計建造した初のカタパルト空母であると強調しています。2012年就役の遼寧と2019年の山東に次ぐ3隻目となりますが、就役の具体的時期は発表されていません。 CCTV は今後航行及び係留のテストへ進むとしています。福建最大の特徴は、航空機の発艦に電磁式カタパルトを中国空母として初めて搭載した点にあります。これにより福建は、従来よりも重量がある各種航空機を射出できるようになります。既存艦の遼寧及び山東は、スキーのジャンプ台のような発射台を用いています。傾斜を利用して加速するこの方式は、発艦できる航空機の大きさと重量に制限がありました。米戦略国際問題研究所のマシュー・ファニオレ専務理事は、ワシントンポスト紙に対し、より大きく、より多様で、より頑強な航空弾に対応できると述べています。偵察機の艦載もあり得るとの見方です。ただし、電磁式カタパルトを含め、中国で設計、製造した福建が期待通り動作するかは未知数です。台湾のシンクタンク、国防安全研究院の準研究員は、米国営ラジオ放送のボイスオブアメリカに対し、福建は関係者の期待に応じるよう建造を急いだ可能性があるとの見方を示しています。一部装備が設計通り動作しなかったり、他国の装備と比較して品質に劣ったりする可能性があるといいます。今回の進水式は、中国・台湾間の武力衝突の緊張が高まる中で行われました。台湾統一を進めたい習近平国家主席は、中国・福建省を念頭に本艦を命名したといいます。米インサイダー紙は、中国は3隻目となる空母を進水させた。台湾のまさに対岸にある中国の州の名前にちなんでいる、と報じました。中国は軍事的プレゼンスを強めており、2022年4月には南太平洋に浮かぶソロモン諸島と異例の安全保障協定を締結しています。ガーディアン紙は、この協定がアメリカとその同盟国を驚かせたとし、ソロモン諸島に中国の軍事拠点ができるのではないかとの不安を煽ったと報じています。ソロモン諸島首相はその後、基地建設の観測の打ち消しに追われています。今回進水した福建について、中国海軍は詳細な能力を秘密のベールに隠したままですが、内容次第ではアジアの安全保障にさらなる緊張をもたらしそうです。